もう一回おさらいするね。クローズドガードされたやつで、上の人が腰を押しとくと、あのいーちゃんが両手で襟握って、うん、あもうこれでもいい。でそうそう、まあ、引っ張ればこれこう寝ちゃうね。うん、で両手で胸を押してってれば、あのこれ腕十字をこう、そうだね、取れちゃう。できればあのそう、顔にこの足かけるから、この足から持っていきたくなると思うけど、この足を高くこう脇をすくう、うん、そうそうそう、この方が早いでしょ。結局腕十字するとき、俺の腕を両方挟まんといかん で顔にかける足がすごい派手だから、その足を先にすると、後からこの足を、あ、右足を入れてきても脇が締まっちゃうんだね。あ、なんでこの足が先か、ちょっと右足から入れてきて、あ、そう、こう、そう、そうそう、したらさ、あ、脇締まんないじゃん。そして左足くるっと回して顔にかけると、こう逃げれんわけね。で、例えばじゃ あの左足から先にかける、お、脇締まっちゃったから決まらんわけね。うん、もう一回できる。こう右足から過去をこうしたら脇が締まらんで、そのまま取られた。こっちがあの脇をすくう足が地味だけど、それがすごい大事なのね。うん、だからそう、腰止めててもダメだし、胸止めて、上半身止めててもダメだから、こう上半身と下半身止めるよと。で、この肘が内側だったら、これあの結構攻撃的ね。相手があのこう押せば割ることもできるし、相手が動いてくれば、あ、なんかエビでもしてみて、うん、そう、なんかもうすぐそのまま割れちゃうね。うん、だけど相手がすごい強ければ、そう、左手で袖握って、右手でこの手を、あ、そう、そこ握って、そう、押し込めばんで、ポッと腰浮かして三角、そうそう、これで三角入られちゃうかもしれない。これはこうハイリスクハイリターン、だから、まあ、ももの上でもいい。ももの上だと僕もそんなに効かないんだけど、彼女も攻めれないからね。で、あまりこれは良くない。これさっきのできる、左足で床蹴って、そう、右足を斜め前に、もうこの床につけるように、この足をグッと振ってしまう。この手は、その手は、まあ、使うとしたら手首を押さえてて、あ、そうで、やってみよう。お、じゃあこれであので、あ、やってみよう。あ、これで、あ、これね、そう、こう決まっちゃうね。これまたバーッと、うん、ちょっとやってみようか。やれるかな。